ルニャン、皆さんこんにちは、ハルニャンでございます。最近ね、まあ、夏真っ盛りで、暑い毎日が続いておりますけれども、皆様熱中症などで体調崩されたりとかしていらっしゃらないでしょうかね。はいはい、スイカバーが美味しい。スイカバー最高ですよね。もうあの種のチョコっていうんですかね、あの部分とあの赤い部分を一緒に食べるっていうのがもう最高なんですよね。はい、っていうことはとりあえず置いといて、はい置いといて、またね、今回もやってまいりました、毎月毎月のフェイバリット、ジャパニーズコスメご紹介いたします。それではレッツスタート。まず一つ目、こちらになります。じゃじゃん、ビロン。これはね、サプリじゃございません。サプリではございません。これは、ブルジョアのマジックネイルポリッシュリムーバーと言います。はい、このブルジョアの、除光液はコットンに垂らして落とすタイプではなくて、このこう、そう、指を中にインして、ちょうど私試し塗りが大好きなので中途半端でやめちゃうんですけど、ワン・ツー・スリー、ワン・ツー・スリー、ワン、あ、やりすぎだやりすぎやりすぎだ。はい、ね、もうほんと綺麗になってるでしょ。ほんの3秒ですよ、3秒、あっという間に落ちてしまいます。はい、この除光液のいいところはやはりアーモンドオイルが入っているので、爪がとっても保湿される感じで、滑らかなんです。触り心地が、爪にも全然ね、そのダメージがないっていうことなんですね。もうずっとツルツル、うるうる潤ってる感じですね。はい、そしてアーモンドの香りがとてつもなく女子力を上げてくれる、そんな匂いです。はい、だからずっと除光液のあの強い臭い匂いがないという、なんとも素晴らしい除光液なんです。はい、そして2つ目に行きたいと思います。2つ目は、ファンデーションの動画でも使っていたと思うんですけども、こちらになります。エルガールさんのベビームース、ムース状の、化粧下地になります。ムース状のね、化粧下地だと結構ムラがなく塗れますので、でこれもね、結構ドバッと出しちゃうとすごいピンポン玉ぐらいボワッと出ちゃうので、そうすると顔を全部塗りきれなくて真っ白になっちゃうので、ほんのちょっとです。ほんともうさくらんぼ状ぐらいで、もうこれくらい、もうこれくらいで OK ですね。とっても柔らかくってほわんほわんのムースです。はい、ね、ほんのちょっとでいいので、これもとてもコスパがいいと思います。はい、経済的です、はい、でもしかもこれ結構塗るだけでほんとナチュラルな、なんか美肌みたいな感じに仕上がりますので、これすごくおすすめです。ムース状の化粧下地。と次はアイシャドウをご紹介します。マジョリカマジョルカの、ジュエリングアイズです。はい、2つ持ってます。買ってしまいましたそこまでマジョリカマジョルカのアイシャドウって使ったことなかったんですけれども、結構発色が良くって、あ、いいなと思ってついつい買ってしまいました。ほら、結構発色良くないですか。いいよね、この発色最高じゃないですか青もあります。はい、青もこんな感じですね。これはなんか黄緑とブルーの、こちらもほら結構発色いいですよね。いやー、マジョリカマジョルカさんすごいなと思いました。私が持ってるのは BR793 と GR791 です。いやー、マジョリカマジョルカさんのアイシャドウ結構優秀です。感動しました。そして同じくまたまたエルガールさんなんですけれども、こちらの、ボディミストになります。エルガールボディミストレディグリーンという、全身用化粧水と書いてあります。これもそうそう、ボディミストだけってこうやって、おおおお、声わっ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 、ちゃんちゃん、ハッター。こちら
らのボディミストは、お風呂上がりに私、つけてる一本なんですけれども、こちらは確か、香りがジャスミンを基調とした爽やかなレディーベールと書いてありますけれども、なんか20代から40代の男性にアンケートを取って、好きな香り、女性の好きな香りでアンケートをして、そのアンケートをもとに、できた香りで作ったボディミストなんだそうです。だから20代から40代の男性にはモテちゃうってわけですよね。やっぱり皆さんあれでしょ、デートがある日はやっぱり彼の前では綺麗にいたいっていうことで、みんなお風呂とかシャワーとか入ってくんでしょ。だからそういう時に風呂上がりにシュッシュとかけて爽やかな香りをアピールすれば彼のハートはゲッチュだよ。そう、このボディミストはなんかつけた瞬間ひんやりして、今の季節とっても気持ちがいいし、なおかつその本当ジャスミンといってもそのしつこくない匂いで本当爽やかな方が勝つので、今の季節にぴったりなんですよ。はい、で香りもそんなにしつこくないからふわっと香る感じなので、もう全然毎日、シャワー上がりとかデートの時の念入りな、シャワーの後にもバッチグーかと思います。はい。エルガールさんのボディミストレディーグリーンです。ぜひぜひ使ってみてください。ということで、品数は少ないのですが、今回も、いろいろご紹介させていただきました。はい、みんなハルニャンの、7月のお気に入りでおすすめなものばかりですので、ぜひ気になった商品ありましたらチェックしてみてください。それではまた、楽しい動画をこれからもずっと、送り続けたいと思います。皆さんに、笑顔でスマイルで、とってもスマイルになって、動画を見終わってくれるように、これからも楽しい動画をお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあまた次の動画で会いましょう。またね、バイニャー。